菩提寺は、兵庫県三田市山寺にある新言州花山院派の本山の寺院。三号は、東光山。別称は、火山の院で、通常は、火山の院菩提寺と呼ばれる。西国三十三観音霊城の番外札所。本尊は、薬師シ寺公如来。本尊新言、オころころせんだりまとうに相和か護栄か、有馬富士ふもとの霧は海に似て、波かと聞けば、 小野の小風花山陰母大寺は、三田市中心部から北方へ約6キロの東高山の南側の標高395メートルあたりに位置する。海山とされる報道千人は、天竺から死雲に乗って飛来したとされる伝説的な人物である。報道千人回帰伝承を持つ寺院は、兵庫県東部地域に集中しており、インドから死雲に乗って、飛来雲雲の真偽は別としても、 こうした伝承のもとになり、地域の信仰の中心となった人物が実在した可能性は否定できない。省略3年頃、33の観音霊場を巡礼した花山法王が、針巻清水寺に登った際に、東方の山上が光り輝くのを見て訪ねて、陰性の地とし、その後晩年に帰京するまでの約14年間を過ごしたとされる。これにちなんで、 元は、紫雲山観音寺の名であった東山は、東光山と呼ばれるようになったという。東山を含む、麓の集落は、天寺と呼ばれるが、これは、法王付きの女官11名が、法王町愛の古紀伝の女王、藤原志氏の遺杯を報じて訪ねてきたものの、女人禁制ゆえに登山を許されなかったため、にとなって、麓に住み着いたことにちなむ。集落内には十二日の墓と伝わる。 大正十二期の墓が存在し、法王を慕って引いたと言われること段坂があり、石碑が立っている。十一世紀には、ただそう本拠としたただ玄師が経えし、山内に道等が立ち並んで誠意を示したが、後に、来火で消失した。現在は、山内から出土する、祖石軍が当時を忍ばせる。三門花山法王五病所八時から十七時。ありがとうございます。